そろそろお別れの時間です。お楽しみいただけましたでしょうか。週の初めにクリスタルパワー、また来週お会いできるのを楽しみにしています。はい、次の番組は月も笑う夜に素敵なゲストさんがお揃いみたいですね。チームクリスタルではコンシェルジュアシスタントを募集しています。デリシャスなラジオ月9はクリスタル、チームクリスタル番組情報、第1第3月曜日14時からの1時間はクリスタルシャワー、コンシェルジュさんたちの情報番組、第2週目は新番組です。ペットの情報番組ズーランド、ミッチーラがご案内します。ハートの温度1度アップ、ワンプロジェクトの始まりです。そしてもう一つ、クリスタルの音楽番組は幸せな時間のお裾分け、イレブンクリスタルは毎週金曜日、キリンワールド全開、執事伊藤も一人サポート隊としてお供しております。レトロ感たっぷりな番組、じわじわあときますよね。ねえね、さあアシスタントの皆様、はい、ずっと横にカニさん歩きでこちらの方へ聞いてないでしょ。ね、さっき無視したヨー君も、あ、ヨー君もね、あの、はい、ね、クリスタル連播クラブにはアシスタントという名の、はい、ね、メンバーがいて、本当にカメラ撮ってくれたり、本当ですね、いろんなことを案内してくれたりとか、はい、ね、サポートしてくれているので、助かりますね、すごく助かります。で、はい、新人さんにはじゃあ、厳しいところから行くかということでね、はい、鬼の格好してきたら外で、いろいろアピールしてごらんっていう。一切無視。うん、すごいよね。うん、もうそういろんなことがあるの。光栄です。光栄です。ね、おかげさまで本当に2月になりました。はい、ね、新番組が2つ始まって、うん、本当にメンバーもたくさん増えて、はい、コンシェルジュさん10人かな。うん、そうだね。ね、そうですね。すごい、アシスタントさんがこの3人になって、うん、4人になって、はい、増えていくしね。うん、コーナーを担当する方も出てきそうだし、専属ミュージシャンもできそうだし、音楽プロデューサーはいるし、あ、ジャックの絵忘れた、あ、ごめんジャック、来週出す、あそこまで持ってきててごめん、写真でじゃ今日は、いやいや申し訳ない、ごめんなさい、あ、すまんすまん、ね、はい、2014年クリスタルのキーワードは輝きです。心のままにあなたの素敵が輝く1年でありますように。では行きますよ、参りますよ。合言葉はお互い様にありがとう。また来週見てくださいね。あ、シュシュ全然気がついた、シュシュ、あ、でも来るの言って、あ、本当、うん、今日は効果外だからオフだから、あー、お疲れ様でーす。